信じたくはなかったよ。シュバ…そうだ、俺がゼロだ。黒の騎士団を率い、神聖ブリタニア帝国に挑む。そして世界を手に入れる男だ。早く君を逮捕すべきだったよ。気づいていたのか。確信はなかった。だから否定し続けてきた。君を信じたかったから。だけど君は嘘をついたね。僕とユフィに、ナナリーに。全ては過去、終わったことだ。過去、お前も父親を殺しているだろ。懺悔など後でいくらでもできる。いや、君には無理だ。何、君は最後の最後に世界を裏切り、世界に裏切られた。君の願いは叶えてはいけない。バカ、理想だけで世界が動くものか。それより取引だ。お前にギアスを教えたのは誰だ。そいつとナナリは。ここから先のことはお前には関係ない。お前の存在が間違っていたんだ。お前は世界から弾き出されたんだ。ナナリーは俺が。スーザー、ブルース、ブルース、ブルース。たとえ世界の全てを敵に回した、この身を悪魔に売り渡した、俺は負けない。その力が俺にはある。ルルーシュビ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。君は罪を犯した。取り返しのつかない罪。ゼロの先は血と涙、この大地を覆い尽くす。放たれた銃弾はくさび、それは曖昧なぬくもりに満たされたゆりかごの日。子供の時が永遠に終わったことを告げる残酷な雷の一撃。ゼロ、僕は君を終わらせる。勝利した者は全てを手にし、敗れた者は全てを失う。ならば鈴木、お前は一体何を望む。主を失った騎士は一体何を信じて生きていく。僕たちは償わなければならない。信頼を、友情を、愛を裏切ったことの報いを受けなければならない。未来永劫尽きることのない悔恨の日々は僕のために。そしてルルーシュ、君には死よりも悪い運命を、自ら命を絶つことさえ許されない絶望を与えよう。それが僕たちの罪の代償だ。結果的に日本は解放される。文句はないだろう。希望と絶望、優しさと冷酷、友情、配信、嘘、真実。世界は私が思っていたよりも複雑で、悲しみと悪意に満ちている。なぜルルーシュがゼロだったの。どうして私たちを欺いてブリタニアと戦ったわけ。何もかもわからないことばっかり。ボッカ、ゼロ、こいつはルルーシュだ。日本人も君を利用した男だ。そんな男を守りたいのか。君は私は神根島から逃げ出した。目を閉じ、耳を塞いで。多分あの時私は見ていられなかったの。
仲のいい友達同士だったルルーシュとスザクがむき出しの感情をぶつけ合い、互いに銃を向け合う姿を。ゼロさんいればお前らだっかで。もう言うな、裏切り者のことは。裏切ってなんかねえよ、ゼロは。静かにしろ。いずれにせよゼロは死んだのだ。死んだ。ゼロを失った黒の騎士団は、あけないほど簡単についていた。逃げ延びたわずかな仲間もチリチリとなってしまった。結局私たちはルルーシュの指導力と人の心を操るギアスの力がなければ何もできなかったのかもしれない。それでも私はまだ諦められなかった。このまま終わりにすることなんてできない。私は別人になりすまして東京疎開の片隅で隠れ暮らした。もう一度黒の騎士団を立て直すために。いらっしゃいませ。ご注文を受けたまります。はい、それでしたらセットがお得です。お飲み物はこちらのメニューの中からお選びください。次のお客様どうぞ。ご一緒にポテトもいかがですか。芋はいらない、ピザを出す。ピあなたまさか。久しぶりだな、彼。そして私は上根島で死んだと思われていた C2 と再会した。人は希望を抱くがゆえに絶望を知る。だったら私は最初から絶望している方がいい。そうすればいつかその状態が当たり前になって、この世に希望などというものがあることなんて忘れてしまえるはずだから。昔々あるところに一人ぼっちの女の子が暮らしていました。寂しい女の子はいつも友達が欲しいと思っていました。ある日、親切な魔女が現れ、魔法でその願いを聞き届けてくれました。ありがとう、優しい魔女さん。私も寂しくないわ。女の子は喜びましたけれど、それは魔女の企みだったのです。女の子にかけられたのは魔法ではなく呪いなのでした。そして女の子は前よりももっともっと一人ぼっちになってしまったのです。これは契約。力をあげる代わりに私の願いを一つだけ叶えてもらう。いいだろう、結ぶぞその契約。ルルーシュに与えたのは王の力、ギアス。その代償は人のようにありながら人とは違う時、違う断りを生きること。力がもたらすものは絶対の孤独。勝てよルルーシュ、自らの過去も、そして行動の結果に。死ぬ、死ぬなよ。誰に言っている。そして私は気づいてしまった。忘れていたはずの希望にすがろうとする自分がまだ存在していたことに。真珠相手としては好みじゃないな。だから私は帰ってきた。暗く冷たい綿積みの奥底から、契約を履行させるために。
スザク、覚えているか、俺たちが初めて会った日のこと。ブリタニアを追われた俺とナナリーが新しい住まいとして与えられたのは、お前が隠れ家にしていた古い粗末な土蔵だった。これからナナリーがこんなところで暮らすのかと思ったら、俺は目がくらむほど腹が立ったよ。おまけにお前だスザク、そやで口よりも先に手が出る野蛮人。こんなのがこの国の首相の息子だなんて、まったく立ちの悪い冗談じゃないか。頭でっかちで口から先に生まれてきたようなへりくつや、鼻っ柱は強いくせに腕っぷしはからっきし、なんだこいつ、ブリタニアの宮殿でぬくぬくと育ってきた王子様が笑わせるな。最悪の出会い、最悪の印象。しかし俺はすぐに気がついた。本当のお前は誰よりも素直で、自分にも厳しく生きているまっすぐなやつだってことに。僕は知った。君はナナリーを守るためなら本気でがむしゃらになって食らいついてくる。たとえ世界のすべてを敵に回しても、そんなこと気にもかけず。そうか、こいつは決して恵まれた王子様なんかじゃない。命がけで妹を守ろうとして必死に生きているやつなんだ。スザクは俺とナナリー初めての友達になった。華やかな見せかけの裏側でドロドロとした欲望だけが渦巻くブリタニアの王宮では、望んでも得られるはずもなかった本当の友達だから、俺は今でも信じているんだ、お前を。プライドが高いくせに寂しがり屋、抜け目がないようでいて簡単に地雷を踏んでしまうやつ。君はいい友達だったよ、ルルーシュ。だが俺は決してお前を許さない。ユフィを殺し世界を壊そうとするお前を。スザキ、俺をどうするつもりだ。言っただろ、死よりも重い君の罪の代償だ。スザキ、元第17皇位継承者ルルーシュ・ディ・ブリタニア、久しいな我が息子よ。貴様ギアスは使わせない。恐れながら申し上げます陛下、自分を帝国最強の十二騎士ナイト・オブ・ラウンズにお加えください。ゼロを唱えた褒美をよこせと。お前言ったはずだよ、ルルーシュ。俺は中からこの世界を変えたい。友達を撃って出世するのか。そうだ。いいおかが、今の答え気に入った。ではナイト・オブ・ラウンズに命じる。ゼロの左の要素に。イエス、イワ・マジェスティ。王子でありながら反旗を翻した不祥の息子だ。まだ使い道はある。何？記憶を書き換える。ゼロであること、マリアンナのこと、ナナリーのこと。まさかギアス。全てを忘れただ人とならないよい。やめろ、また俺から奪うつもりか。母さんのナナリーまで。シャルルジ・ブリタニアが刻む。やめろ。新たな偽りの記憶を。うるさい。気にするな、私の声だけに耳を傾けて。そうだ、私の心だけが聞こえないのなら、二人きりでいる時だけ落ち着けるのなら、私はいつもお前のそばにいる。ああ、
私はここにいる。だから安心して。契約した時マオはたった6歳で孤児だった。私が与えたギアスの力はマオから人を遠ざけた。だから私はマオの親友で恋人で他人だった。私だけがマオにとっての人間だった。世界の全てだったんだ。シーツ、俺はギアスに負けたりはしない。俺の願いもお前の願いもまとめて叶えてみせる。奴に果たせなかった契約を俺は実現してやる。だからルルージュ慰めか、哀れみか、それとも執着か。契約だ。今度は俺からお前への。いいだろう、結ぼうその契約。私はいつも考えている。自分の存在に一体どんな意味があるのだろうかと。そして答えにたどり着く。存在には意味などないのだと。思考を絶望と憂鬱が支配する。私がギアスの力を与えた者は皆例外なく不幸な結末を迎えた。そして気づく。私は生きているんじゃない、ただ死なないだけなのだと。ギアスの力を持ったルルーシュもまた避けられない悲劇に向かって突き進んでいるのかもしれない。ありがとう。感謝されたのは初めてだよ。ではお礼を返してもらおうか。もう一度呼べ。あの名前か。仕方ないよ。だけど黒の騎士団と共に戦った月日は私にとっては久しぶりに生きている実感を与えてくれた。真実はいつでも逆説の中に潜んでいる。悲しみと憎しみの渦の中で私は小さな灯火にも似た希望の光を見出した。もしかしたらルルーシュ、お前は私の望みを叶えてくれるかもしれない。ルルーシュ、先に一人で舞台を降りるなんて私は絶対に許さないわ。ルルーシュ、まだお前は私との契約を果たしていないぞ。珍しく意見が一致したみたいね。シーズ、意見じゃなく利害だろ。共犯者ってことね、私たち。共犯者？違う、間違っているぞ彼。私の共犯者はあいつだけさ。その言い方ムカつくわ。ルルーシュにそっくりで。何なんだ、ここは。思い出せ、本当のお前に王の力を。今こそ封印を解き放つ。そうか、俺の日常に棘のように突き刺さっていた人たち。ああ、全ては偽りの記憶。思い出したんだ。俺がゼロだ。間違っているのは世界の王だ。俺じゃない。人よ、恐れおののき見るがいい。永遠の薄闇に一人立つ魔王の姿を。ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ぬ。まさか。
その黒き仮面にボーダの涙、あまたの傷を隠し、少年は行く。すべてを破壊し、すべてを手に入れるために。導き目指すその行く手には、常しえの楽園か、グレンの奈落か。お待ちしておりました、ゼロ様。どうか我らにご命令を。いいだろう。なぜならば、私は全世界を壊し、世界を創造する男だ。今にも壊れそうな音を上げ、きちんひびだらけの心を抱えて、手の中のぬくもりはいつしか指をすり抜け、幻のように儚く消え去る。残されたのは、目の前で冷たくなっていく希望の亡骸。だからルルーシュ、僕は君を殺さなければならない。仇として、敵として、かけがえのない友として、それが僕の義務、僕だけの権利。心を、言葉を偽った僕たちの贖い。答えがどこにあるのか、今はまだわからない。なぜ戦うのか、なぜこの手を血に染めるのか。でも私はもう迷ったりしない。後悔して前に進むのをやめたりはしない。ルルーシュ、いいえ、ゼロ、あなたの目指す道のその先に何が待っているのか私にはわからない。だけど私はあなたと一緒に戦う。それが私が私であることの証だから。朽ちていく命の揺らめき、飛び散る魂の輝きは淡く儚く、ないものねだりをする子供のように泣きながら手を差し伸べ、ああ、これはもう私の手には入らないのだと思うし、それでもなお求めてやまないのは、胸の奥突きに今でもまだ幼い日の私が息づいているから。だからルルーシュ、魔王になると誓ったお前と一緒、私もこの旅を続けてみよう。求めたものは力、得たものは孤独。それでも俺はナナリンを守り抜いてみせる。たとえ世界のすべてに反逆しても。ルルーシュ・ビブリタニアが諸君に命じる。最後の瞬間まで全力で見届けろ。